あなたはこれからどうなるんだ。私のことはいいから。ここから連れ出してあげられたらいいんだけど。いえ、ここが私の家よ。君の名は？マーガレット。さようならマーガレット。さようなら夫エッド・ハモンド。リチャード・ハネイ、本当の名前だ。リチャード。君のことは一生忘れない。あの男たちはためらうことを知らないの。奴らを止めることができるのは私だけなの。もし止めることができなければ国外に流出する。もし国外流出したら、考えただけでゾッとするわ。時間の問題なのよミスターハネ。奴らの行動は素早いの。それに奴らのボスはすごく頭がいいの。あなたは彼を知らないでしょうけど、私はよく知っている。それに彼は名前を1ダスを持っていて、100個も顔を持っている。でも一つだけごまかせない。これ小指の先がないの。だからもしそんな男を見つけたら気をつけて。覚えておこう。行くぞ。痛い、ひどい。あらららは気を使ったらどうなの。私の人生にいきなりズカズカ入り込んできて。見てよ私を。寒くて雨まで降ってきて、ボロボロで手首まで傷つけられて。私はあなたを傷つけるようなことは何もしていないのに。まったくあなたってどうしようもなく冷酷で乱暴で傲慢な人ね。自分のことしか頭にないんだから。気取り屋でわがままで冷淡で薄情な自分のことしか。ああ、確かに私はそういう男だ。申し訳ないね、うん、じゃあもうあなたの奥様に神のご加護がありますようにと祈るしかないわね。ああ、私もそう祈ろう。だがありがたいことに私に妻はいない。私今日ゲネプロで初めて段取り、衣装の着替え、順番全部間違えずにできました。本当にもうこんな作品舞台では初めてです。すべて自分で段取り組んで、もう覚えていかないとショーにならないっていうことで、芝居だけじゃないところもお客さんの皆様に楽しんでいただけるんじゃないかなと。役者はすごいことをやってるんだぞということをなんか感じて、パワーをもらって今日開けますけれども、17日まで帰っていただけるんじゃないかなと思っていますので、皆さんに、たくさんの皆さんに見てほしいなと思いました。元気はなんかもうずっと座長として、なんかこう演出部の皆さんだったりスタッフの皆さんを把握しながら常に考えてるのがすごい頼もしいし、もう小松さんが一番私真面目だと思うんですよって思わない。なんかで私は割と結構考えてるんですけど、結構ボケーとしてて、だって寝転がったりとかして、なんかすり合わせしたりして、なんかすごくバランスが取れてて、でもなんか変な空気は一切流れなかったですよね。みんななんかこう困ったら助け合ってみたいなことをしてたので、いたわりはあってここまで来たなっていう。私なんか初日公演で泣いちゃうかもって思うぐらいすごく感無量です。